はい、どうもゲームカメです。いやちょっとさ、ロブロックスのブロックスフルーツなんだけど、もうアップデートが全然されない。ウオウオのね、身のアップデートリワークがされるよっていう風に言われてから、めちゃめちゃね長い期間が経ったわけですよ。いやそれで俺もね、最近全然ブロフルやってなかったわけ、もアップデート来ねえじゃんと。なんだけど、ついにね、インドラ運営のね、インドラが動き始めたんだよね。これパンドラの箱が開いちゃったんだよね。ちょっとね、何をつぶやいたのかちょっと紹介していきたいんですけども、はい、これインドラのツイッターですね。インドラ運営のインドラ、こいつね全然つぶやいてなかったのよ最近まで。見て、最後の投稿がそもそもね去年の12月から止まってんのよ。今年一回もつぶやいてない状態だったわけだけど、なんとこれね、今日てか35分前か、ザ・キング・ロア、ザ・キング・ロア、これドラゴンのマーク書いてんのよ。ウオウオだね、ウオウオのリワーク、ずっとやるって言ってたウオウオのリワークがね来ると。 Expect more news soon、 新しいニュースを待ってて。 The update is near、 アップデートの日は近いぜって言ってるわけですよ。そしてザ・キング・ロアっていうのは、この王の方向、王が叫んでるよということで挙げられた写真見ていきましょう。これはとんでもない爆発が起こってるね。これしかもこれファースト C でしょ、ファースト C、 これすごい爆発。あ、これ飛んでる、これが体、これが体か、爆発してるね。いやこれとんでもないことが起きる予感がするぞこれ。いやエフェクトはかっこいそうだね。でもこれがドラゴンになんか変身するとかそういうことがあるのか。そもそもだって変身するじゃん、あの悪魔の実は。それがどうなのかっていう話だよね。あとマジで強いのかっていうね。キットゲーミングっていうね YouTuber、 100万人以上の登録者がある YouTuber も、 Yes ドラゴンリワークis near、 ドラゴンのリワークが近いって言いたいんだろうけど、リワードって言ってるね、スペル間違えてるね。うわーそうだね、エクセレント。これこの画像だけだとまだよくわかんないけど、みんなこれどういう技だと思いますか。変身はやっぱりあるよね、カイドウみたいに変身すれば嬉しいよね。もともとカイドウの悪魔の実だからさ、まあこういうね普通の竜に変身するタイプのさ悪魔の実だったけど、なんかさちょっとカイドウの変身の仕方もいろいろあるじゃん。普段はこのマッチョなおっさんって姿だけど、なんか半ドラゴンみたいなね、こんな風になったりとかするでしょう。こういう人型なのか人獣型なのか獣型なのか、この人獣型が出てきたらねちょっと面白いと思うんだよね。ということでどうなっていくのか楽しみですね。楽しみに待ちましょう。以上ゲーム仮面でした。